え、これなんか加工して？加工です。すごいですね。削るって言ったのが偉いとか、日本なんですけど、あー、はい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 、これは何、同じとこでやったの？これジュナックさんで、はい、本当にここ全部光んないじゃないですか。はいはいはい、ロービームつけるとここの2本だけつくんですよね。はいはい、で上向きなんですけど、はい、それも加工して三眼全部つけるんです。ブルーにしたわけですね。はい、あえて。でも関東初。ああ、そこが狙いですね。狙い。のりきさんのね。今回だからトピックはそこっすよね。トピックそこ。まあ、ね、リアもちょっとあるんですけど。お、マジっすか。リアもあります。リアがリフレクター点灯。はいはい、完成度がもうガンガン上がってますよね。ブレーキ踏むと強迫光。そこももう加工したのか。してます。ああ。あとはウィンカーも加工してます。あ、来た、危ない。ウィンカーも。ウィンカーディフェンサル延長したの。まあ、忘れそう。多分さっきの22のここからだったんですけど。はいはい。ここから流れる。あ、ちゃんと連動して。あ、連動して。ああ、本当だ。これが高い。高いですか？25万。ああ。で、他やってる人いないんですか？いますよ。あ、いるもいるんですか？世田谷のルイ君っていう方が。ああ、でもまあ少ないですね。少ないです。マフラーが？ローエンさんね。エアロが後ろもローエンで、サイドがエムゲインにして、フロントもエムゲインね。この間終わっちゃったんで直したわ。FRP ですか？ FRP です。あ、じゃあ割っちゃいましたね。どうしても。でもう一個面白いのがあるんです。はい、はい、ここ秋さん見ていてください。はい、あれ、なにこれ、どういうリズムですか？なんか呼吸してるみたいじゃないですか。こういうなんか使用できるんですね。いや、これも高そうですね。ヘッドライト16なの？すごいっすね。カーマリしてないんで。そこにできるんですか？一回分解ですね。ヘッドライト分解。これはいいっすね。まあ、かぶんないほうがいいですよね。今後まだ、はい、もうちょいですよ。なんかやるっすか？ヘッドライト、これが、これをオンオフスイッチをちょっとつけて、さらに細かく細かく、あ、なおかつこれも青にしちゃおうかな。2でまだデイライト2本はいないと思う。はいはい、すごいわ。仕様変更はまあそういう感じですよね。あとマフラーの、うん、中もやっぱフレームとハイマウントのランプのとこ、はい、ピアノブラックに、フレームの純正からピアノブラックに変更した。あ、はいはい、前言ってましたよね、やりたいってね、はい、とここもピアノブラックに変えちゃいました。テッカテカに。そう、テッカテカ。これも結構高いですか？これで66,000円。すごいっすね、やっぱかかりますね、やっぱ。これをやったんですけど、まだちょっと物足んなくて、はいはい、来月ヘッドライトをやっちゃおうかな。ついに、ついに。すごい。この間に変わったのはそこが変更点。はいはい、だいぶその面積的に少なくてもかなり大々的ですよね。金額やばいですね。金額が。だからそのヘッドライトとリフレクターと、はい、シーケンシャルで52万じゃん。やばいですね。やばい。
じゃあさらにまた完成度を上げていくっていう感じですね。足回りはずっと生足でもバネ派で行こうかなと。その分違うとこにお金を。はいはい。クレンズつらいち。Thank you.